さあ映画でどうでしょう、ネタバレ編です。河合さん今トイレに行っちゃったんで、はい、ちょっと簡単に自己紹介を。はい、バブー石原と言います。ナブの星からね、もう2回目どうでした？2回目良かったです、うん、でもまだ分かんないのでまた明日もう1回動きます。まあネタバレ編なんですが、バラしちゃっていいですか？うん、もう全然ご自由に。どこが一番不可解な点も、不可解な点もあるし、全部が、うん、全部が見どころと言ってもいいぐらい、うん、いやでもね、僕やっぱり一度全部見返してから来ればよかったなと思うんですよね。あー、もう忘れちゃってます、忘れちゃってますね、うん、しかも公開もなんか入れ違ってたりして、うん、そうなんですよ、4、5、6見て、はいはい、1、2、3見て、はい、3を見てからもう10年近いわけですよ、ね、あ、そんなことないから、そんなことない。1を見てから、1を見てから何年だ、もうなんか、あー、一番最初の方がだから、はい、38歳。そうですよね、一番最後が何年ぶりだろう、もう本当にそれでもすごいですよね、そういうの結構なってますね、うん、やっぱりね、それを考えたらね、ストーリーを覚えてる時代がもうで今回また結構話が複雑でしたよ。そうですね、今までの中で一番結構、うんうん、僕その中で、あれ一個だけ質問、ヨーダって死んだんでしたっけ？はいません。ヨーダどこで死んでましたっけ？そこでも僕が見とって、あー、どこまで、あー、あったあった、そっかそっか、はいはい、なんでヨーダは出てこないんだと、でも霊体になってるから、はい、フォースがさらに強まれば出てくる、出てくる可能性もあるのかないやでもねレイヤ姫驚いた、あー、レイヤ姫驚いた、いや、もう変わりように時は残酷、意外とでもハリソン・フォードが出番多くて、そうですね、いやもうあのカメオ出演みたいにちょっとだけだと思ったんですよ、カメオ出演かと思って、うん、いやもうしっかり、結構重要な、しっかりハリソン・フォードあそこまで出てくれると思わなかったな。なんかギャラの問題もあったりとか何とかがあってもそう、スーパーマンの、あの ロバート・デ・ニーロじゃない、スーパーマンのマーロンブランド的に一瞬しか出てこないのかな、はいはいはい、もうギャラが高騰しちゃってるもんで、と思うとそうではなくて延々と出てきてくれて楽しかったですね。重要なのが、ね、ポスターにもなってないループ、はい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 、なんでポスターに出てこなかったのかの、うん、謎が解けました。やっぱりそうですよね、あ、謎はポスターに出るとネタバレするから、まあそれもありますけど、うん、まああんまり怖いっちゃっていいんですか？いや、言っちゃっていいですよそんなにあるんですね、うんうん、レイヤーとかハンソロに比べると出番が、うんうん、出番がそうですね、少ない、いや、これはでも7、4、5、6、7、この後8、そう、この後に8にガンガンと出てる、そうそうそう、待ってました、多分ね、オビワンケノビになるんだと思うんですよあ、でもそんな風貌でしたね、うん、だって風貌はもうオビワンケノビの最大で、もうそこにもう一回今度ダースベイダーのまたダースベイダーの子供はいないのか、あ、子供はルークか、ややこしいな、子供じゃなくて、孫ができてもおかしくないか、ルークは結婚しましたっけ、ルークは結婚しないけど、してない、ハンソロと、ハンソロとレイヤーの子供がダース・ベイダージュニアですよね、そうですよね、なんかが今回のハンレイ、ダンレイ、ダンレイじゃなくてね、えいやもう本当にでもこれ伏線をなんかチャートで書いてもらいたいですね誰が誰のこう血縁関係で、うん、僕はあの敵の皇帝関係とかなんかあの辺がシスカがもう分からなかった、こうぼやけて、ね、ホログラムでぼやけてる人とかさあ河合さんもどうぞ、ね、この動画には出ないよ、ネタにつけてくださいネタバレ版ちょっと出てください、まだまだ早いんだ、まだまだということで、まあ中途半端なネタバレになってないネタをはっきりまだ覚えてないけれども、あと横でグースが寝てる人もいましたいろんな状況で寝るんですねいろんな人もいらっしゃいましたということで、はい、スターフォーズフォースの覚醒12月18日でした、ね、
これを見ると思い出しますね、いろんな人が。僕ね、ちょっと一番気になったのはここに肩パッド、赤い肩パッドの あの人なんかあると思ってたんですよ。何もなかったですね。何かねあると思ったんですが、あとあのこのおばあちゃん、うん、この目玉のおばあちゃん、これ E.T. のお母さんですよねきっとね。なんかもうね愛くるしい感じでしたよ。はい、やっぱりねでも、うんうん、ミレニアムファルコンとこの X ウィングが出てくるところは僕はもう高校時代をほろっと思い出しましたね。うん、はい、ということでスターウォーズフォースの覚醒でした。